非火星音、または火星外音とは、和音の構成音が、隣接温度に移された音であり、和音の構成音以外の全ての音である。非火星音は、メロディを華やかに飾るための主要な音として、古来より用いられてきた。16世紀に確立した、パレストリーナ様式、パラストリーナズスタイルの大砲音楽に、経過的不協和音、かかり止め不協和音、 補助音的不協和音として、非火星音が用いられているのが見られる。伝統的な分類における非火星音の名称は、大位法に由来する。例えば今、ハオト上の超三和音が響いているとする。この和音の構成音は波音、ハオト、ホーン、トートである。この和音が響いているときに波音、ハオとホーン、トート以外の音が響いていれば、 それが非火星音である。非火星音は多くの場合、火星音に進行する。これを非火星音の解決という。非火星音はいくつかの種類に分類される。古典的なクラシック音楽の学習によく用いられる4世帯で説明しているものもあるが、これらの非火星音がクラシック音楽でのみ用いられるということではない。クラシック、ジャズ、 ポピュラー音楽など、火星に基づく様々な音楽でこれらの非火星音は用いられる。非火星音の分類法は複数ある。本節ではそのいくつかを示す。伝統的な分類については2種示したが、名前は同じでも、それぞれ異なる非火星音を指していることがあるので、混乱しないよう注意が必要である。東京芸術大学音楽学部で、 古典的な西洋音楽の火星の学習用に、編纂された、教科書、火星理論と実習による分類を示す。以降、本校では、火星理論と実習をこの教科書の俗称である、芸大火星と記す。説明の勘弁のため、非火星音を NCT と表記する。NCT には印を付す。NCT に先行する火星音を CT1。 後続する火星音を c t にと表記する。フレーは四声帯で示したが、実際の音楽では、火星音は、どのような変星の、どの成分にも現れうる。転移とは、和音の構成音が、本来の位置から上、または下に移されることで、そのようにして移された音を、転移音と呼ぶ。これがすなわち、火星音である。芸大火星は、 転移と転移音という概念で非化性音を説明するしかし、転移の理解を助けるために補助的に伝統的な名称での分類も示し、従来の非化性音の分類と概ね一致するとしている。死繍音は先行化性音 CT1 から2度進行して非化性音 NCT に進み、次に反対方向に2度進行して後続化性音 CT2 に解決する。 CT1 と CT2 は同じ高さでなければならない。CT1 と CT2 は同じ高さであれば、同一の和音の構成音であっても、異なる和音の構成音であっても良い。NCT は弱勢に置かれる。このような非加成音 NCT を刺繍音という。刺繍音は補助音や隣接音とも呼ばれる。経過音は、 先行火星音 CT1 から非火星音 NCT に二度進行し、さらに同じ方向に二度進行して、後続火星音 CT2 に解決する。CT1 と CT2 は、同一の和音の構成音であっても、異なる和音の構成音であっても良い。非火星音 NCT は弱勢に置かれる。このような非火星音 NCT を、経過音という。イオは、 ある和音が始まると同時に現れる非火星音 NCT で次の和音に進行しないうちに火星音 CT222 度進行して解決する。ある和音に先行する和音は別の和音でも良いし別の展開位置にある同じ和音でも良い。イオトは強制に置かれる。イオトは天下音または変化音とも呼ばれる。イオトは いきなり非火星音 NCT から始まるため、先行する火星音 CT1 は存在しない。死臭的イオトイオトのうち、イオト NCT に先行する火星音 CT1 が CT2 と同じ高さであった場合、そのようなイオトを死臭的イオトと呼ぶ。経過的イオトイオトのうち、先行する火星音 CT1 イオ NCT、火星音 CT2 という旋律が、 同じ方向に二度ずつ進行していた場合、そのような異音を経過的異音と呼ぶ。刺繍音及び経過音に似ているが、非化性音。これには、非化性音 NCT に先行音が存在しない場合も含まれる。後部異音は弱勢に置かれる。異音 NCT が先行音の化性音 CT1 と結合しているとき、 この非火星音 NCT を掛け止め音という。必然的に CT1 と NCT は同じ高さである。掛け止め音 NCT は次の和音に進行しないうちに火星音 CT2 に 2, 2度進行して解決する。結合とは切れ目のない一つの音として演奏されるという意味であり、楽譜にどう書かれているかではない。フレーでは2分音符と4分音符を 解で結合しているが、代わりに、普天二分音符を用いても同じである。なお、係か,かり止め音は、異音に含まない。下方がかり止め音、下方がかり止め音とは、係か,かり止め音のうち乗降して解決するものを言う。解決先の火星音 CT2 から見てかけ止め音、NCT は下方にある。先行和音の末尾にある、非火星音 NCT が、 後続和音の先頭の火星音 CT と同じ高さであるとき、この非火星音 NCT を選手音または先行音という。つまり、選手音という非火星音は同じ高さの音に解決する。まず先行和音の中で火星音 CT1 が非火星音 NCT に2度進行する。先行和音が高速和音に進行すると同時に非火星音 NCT は 反対方向に3度進行して、後続和音の火星音 CT2 に解決する。このような非火星音 NCT をいつ音という。火星が変化しているのに、ある西部だけ同じ音を伸ばし続けることがある。この音を補足音という。補足音は非火星音の中でも独特なものである。補足低音補足音は、どの成分にも現れうるが、 バスに現れる補足音を特に補足低音という。補足低音は普通の和音と同じように火星機能を持つ。芸大火星では補足低音が主音と属和音の場合について特別に次のように名付け説明している。補足 I はトニックの機能を持つ。補足 V はドミナントの機能を持つ。補足低音の機能は 上昇部がどんな火星を演奏していても変化することはない。芸大火星では非火星音を和音の構成音が転移したものとして捉えることは前述した。補足低音の機能は構成音の転移で説明される。補足愛は手話音に愛が基本位置でもともと響いているものと考える。 補足低音の使用中、上昇部には手話音が愛の構成音ではない音が頻繁に現れる。芸大火星では、それらの非化星音は手話音に愛の構成音が転移したものと見なす。だから、補足愛の機能は常にトニックなのである。補足、部位についても考え方は同じで、上昇部がどのような動きをしていても部位の基本位置の和音が続いているのである。 フレーの V で示した部分は補足 V である。火星の機能としては I 方 VI に過ぎない。なお、で囲まれた部分の和音記号及びコードネームはバスが存在しなければ、このように見なせるという仮のものであり、火星的な意味を表すものではない。芸大火星における分類に似ているが、若干異なる分類を示す。この分類法の特徴は、非火星音が、 アクセント付きアクセンテッドか、アクセントなしやナキセンティドかを考慮しているところである。また、芸大火星ではかけ止め音とひとまとめにしていた音を、この分類法では解決する方向により明確に区別している。名前は同じでも、芸大火星とは異なる、非火星音を指していることがあるので注意が必要である。分類の概要は次の通り。これらの語は、 芸大ダイ火星で使用されているものを使用した。順次進行で到達され、順次進行で解決する非火星音で、それぞれが反対方向に進行するとき、これを隣接音という。刺繍音はアクセント付きでもアクセントなしでも良い。隣接音は刺繍音、または補助音音音オーグジリアリーノートとも呼ばれる。順次進行で到達され、 順次進行で解決する非火星音で進行方向が両方とも同じとき、これを経過音 A パッシングトーンという。経過音はアクセント付きでもアクセントなしでも良い。超躍進行で到達され、反対方向に順次進行で解決する非火星音をイオトアンアパジティラという。イオトは常にアクセント付きである。同じ音高で到達され、 二度下行して解決する、非加勢音を、サスペンションササスペンションというサスペペンンンンシショョとう。は常にアクセント付きである。サスペンションは芸大火星の係留め音の定義に当てはまるが、そのうち下行して解決するもののみをサスペンションという。サスペンションにはその過程で、同じセーブの中に次のような関連する三つの音が存在する。サスペンションはバスセーブの音から、 サスペンション音までの音程により、次のようにさらに細かく分類される。一つ目の数字は、バス音からサスペンション音までの音程を、二つ目の数字は、バス音から解決音までの音程を表す。同じ音高で到達され、二度乗降して解決する、非加成音を、リターデーションへリーターディアションという。リターデーションは、常にアクセント付きである。 芸大火星では、サスペンションとリターデーションを合わせてがかり止め音と呼んでいる。リターデーションと同じ意味で、下方がかり止め音という用語も使われている。順次進行で到達され、同じ高さの音に解決する非火星音を、選手音がアンティシペーションという。選手音は常にアクセントなしである。順次進行で到達され、反対方向に跳躍進行で解決する。 非加セ音を、イツオ音アン、エスケープトーン、または、エシャペエイシャペという。イツ音は常にアクセントなしである。順次進行で、第一の非加セ音に到達され、反対方向に3度跳躍進行して、第二の非加セ音に進み、さらに反対方向に順次進行で解決する、非加セ音を、二重周音チェンジングトーンズという。これは、 1> 第1の非火星音の解決が第2の非火星音を通過することで先送りされたものと考えることができ、伝統的な火星学で連続刺繍音と呼ばれるものの一つである。二重刺繍音は通常アクセントなしである。補足音 A ペダルポイント、A ペダル、アンオルガンポイントとは他の西部の火星が移り変わる間ずっと伸ばし続けられている音である。 同じ高さの連続音で、時に火星音であり、時に非火星音である。補足音は、アクセントなしでも、アクセント付きでも良い。次のフレーは、機能的にはただ V が愛に進行しただけである。フレイ中のコードネームはバスが存在しなければ、このようにも見なせるという仮のものであり、火星的な意味を表すものではない。これは、サスペンションの例にもなっている。 反転された補足音バス以外の西部に現れる補足音をアインバーテッドペダルポイントという二重補足音複数の異なる音高の補足音が同時に現れることがあるこのうち三つの補足音によるものを二重補足音 AW ペダルポイントというメロディは火星音と非火星音から構成されるこのうち非火星音は テンション A テンションノートとアプローチノートアンアプローチノートに分類される。テンションおよびアプローチノートは、ジャズやポピュラー音楽でメロディを分析する際に用いられる非火星音の分類法であり、同時に単純なメロディを豊かにするための考え方でもある。ある音階上にある和音が位置したとき、音階を構成する音は、火星音と非火星音とに分かれる。そのうち、 その和音と同時に鳴らしても、和音の機能ザファンクションオブ、A コードを壊さない、非可成音オテンションという。そして、その、ある音階のことを、アベイラブルノートスケール A コードスケールという。調整音楽において、和音の機能、テンション、及びアベイラブルノートスケールの三者は、切り離して考えることはできない。テンションの二面性テンションは次の二つの特性を持つ。 非火星音としての性格すべてのテンションは非火星音であるから非火星音として扱われることがある。テンションは火星音が定員したものとみなせるので元の位置に解決することがある。これをテンションリゾルブレゾリューションオブテンションという。火星音に準ずる音としての性格テンションはメロディの骨格をなす音として火星音と同等。アプローチノートは メロディの骨格となる音へ上下2度からアプローチしてメロディを装飾する不可的な非火性音で比較的短い音下であることが多い。アプローチノートは火性音またはテンションにアプローチして解決する。伝統的な分類との相違点非火性音はテンションとアプローチノートに分かれるがアプローチノートはさらに細分される。 伝統的な非可星音の分類法では、分類において、次の事柄が考慮される。アプローチノートの分類法では、これらは考慮されない。アプローチノートの分類法で、考慮されるのは、非可星音そのものと、後続の解決音との関係である。アプローチノートは次のように分類される。スケールワイズアプローチ音階に沿って、火星音にアプローチする。 アプローチノートをスケールワイズアプローチへ、スケールホワイズアプローチという。音階に沿ってアプローチするためには、音階が決まらなければならない。今、和音デシメートル7が波長長のアム7の和音として用いられているとする。波長長の音階は C メジャースケールであるから、2度の和音デシメートル7に合わせて D 音から始めると D ドリアンスケールが得られる。 スケールワイズアプローチでは、こうして決まった音階に沿って、目的の音にアプローチする。フレーは、火星音のみで作られたメロディである。これをスケールワイズアプローチで修飾すると、例えばフレーのようになる。逆に、フレーのようなメロディがあるとき、アプローチノートを分析して取り除くと、フレーのような簡略化されたメロディが得られる。クロマティック、アプローチアプローチノートが、 単二度の音程で火星音にアプローチするとき、これをクロマティックアプローチ A クロマティックアプローチという。フレーは火星音のみからなる簡単なメロディである。これをクロマティックアプローチで装飾すると、例えばフレーのようになる。逆に、フレーのようなメロディをアプローチノートの考え方で分析し、それらを取り除くと、フレーのような簡略化されたメロディが得られる。 ディレイドリゾルブアプローチ2つのアプローチノートが反対方向から連続して2度で火星音にアプローチするとき、これをディレイドリゾルブアプローチへディレイドリゾルブアプローチ、またはインディレクトレゾリューション,アンインダイレクトレゾリューションという。フレーは火星音のみからなる簡単なメロディである。これをディレイドリゾルブアプローチで装飾すると、例えばフレーのようになる。逆に、 フレーのようなメロディをアプローチノートの考え方で分析し、それらを取り除くとフレーのような簡略化されたメロディが得られる。ダブルクロマティックアプローチ2つのアプローチノートが単に度ずつ同じ方向に連続して火星音にアプローチするとき、これをダブルクロマティックアプローチ A ダブルクロマティックアプローチという、フレーは火星音のみからなる簡単なメロディである。これを ダブルクロマティックアプローチで装飾すると、例えばフレーのようになる。逆に、フレーのようなメロディをアプローチノートの考え方で分析し、それらを取り除くと、フレーのような簡略化されたメロディが得られる。アプローチノートはメロディを分析し、また豊かにするための概念なので、その過程の一例を示す。次のメロディを分析すると、赤色で示した。 アプローチノートを乱すことができる。アプローチノートを取り除くと上の旋律は火星音とテンションのみを骨格とする簡単なものであることがわかる。こうして得られたメロディにオリジナルとは別な風にアプローチノートを吹かしてみる。例えば次のようにアプローチノートは基本的には非火星音であるが火星音と一致していてもアプローチノートとみなしうる場合もある。 選手音について、ここで補足する。前述の伝統的な分類で示した選手音は、次のフレーのように同じ音を二度発音する。このような慣例的な選手音を戦律的選手音、A メロディック、アンティシペーションという。これに対し、選手した音とその後続音と一音に結合したものをリズミックな選手音、A リズミックアンティシペーションという。これは、 シンコペーションの技法の一つでメロディにリズム感を与えるためにジャズやポピュラー音楽でよく用いられる。フレーのメロディにリズミックな選手音を適用するとフレーのようになる。二次転音とは芸大火星において転移音がさらに転移した音である。次のフレーは複雑に見えるがの良い音がさらに転移して刺繍音が現れたものである。 次のフレーの因も二次転移音である。に示した経過音 PT に刺繍音が付加されていることがわかる。注目すべきは、印で示される二次転移音は、どれも火星音と一致しているということである。このような場合、芸大火星はこれらを火星音ではなく、非火星音とみなす。アプローチノートは、本来非火星音だが、場合によっては火星音が、 アプローチノートとみなされることと似ている。ありがとうございます。